けど男子は最終日に全員参加。聞いてない。今年からそうなったの。ちゃんとプリント配布されたろう。不公平だ。なぜ男子だけ。だろう。先生もそう思う。事情が違うわ。頭いいからな、女子高生好きだし。早く捕まれよ。おい、俺にとって服は肌ですから。もう皮膚ですよ、皮膚。先生は俺の皮膚を剥ごうというのですか。そして炎天下の中消毒槽に投げ込むわけですか。落ち着け戦国。スクープ、生徒の皮膚を剥ぐ残酷な高校。勝手に見出しみたいにするな。先生、俺水着持ってないんですよ。おお、心配すんな。そういう生徒もいるから学校で水着レンタルできるようになってる。片桐入るんじゃなかった。片桐入ってなかったら堀と出会ってないだろう。舐めないでください。絶対どこかで出会うわ。運命舐めるな。退学にすんぞ。